アメリカンブルーを違う質の土に植えて育て方を見てみます。まず原材料が赤玉、赤玉が半分ぐらい、5割入った土です。次は花心さんから出てる花ちゃん培養土、こっちはココナッツファイバー、木質堆肥、赤玉、AB コンポっていうちょっとふわふわの土です。これも肥料入りです。この AB コンポっていうのは土壌改良効果と肥料効果を合わせ持った有機資材だそうです。ここにオルトランを巻いておきます。ちょっと落として少しだけほぐしてこのまま植えます。片方は剪定しておきます。もうこの株元で脇芽が出ているところら辺でカットします。短くカットしました。こっちもカットします。これでお花がどれぐらいどんな感じで咲くか育ててみたいと思います。それからカットの枝がたくさんできたのでこちらは挿し芽にしてみます。メネデールにつける方とつけない方で挿し芽してみます。100倍ぐらいに薄めるので100ミリリットル作るとしてだいたいキャップ10分の1ぐらい、だいたいここ花芽がついてるんですけど花芽は取ってしまって下2枚ぐらい残します。あとは斜めに切ってメネデールにつけます。30分置きます。ミニデール、こっち側にしようか。これは普通の水です。普通の水も同じように30分つけます。
土は花心さんの刺し目種まき用の土を使います。たっぷりお水をあげておきます。30分経ったので刺していきます。12本やし、少しこっちの方がよく伸びてるかな。これが刺し目した方、メネレールしてる方。長いものだと1センチ以上発根してます。メネレールしてない方、メネレールしてない方も1センチぐらい発根してます。普通に刺し目した方の花が1個咲きました。花芽ついてたんかな、最初から花が咲いてます。メネデールの方が新芽は出てる感じです。だいぶしっかりしたので素焼きの鉢に肥料入りの土で植え替えたいと思います。まずメネデールの方、ちょっと真ん中の2本が枯れちゃったけど、あとは元気です。結構、細い白い根っこが出てくれてます。普通の刺し芽の方はこんな感じです。結構新芽も出てきてます。でもやっぱりすごい根っこは少しです。こんなとこからも根っこが出てます。これは結構出てるかな。すごい上の新芽が多いやつは結構根もたくさん出てます。でもやっぱり比較的根っこが少ない気がします。この2本は無事だったけど、枯れてはいないけど根っこもこんだけしか出てないので、これはやめときます。しばらく日陰で養生します。明らかに赤玉中心の土よりココナッツファイバー中心の土の方が成長が早かったです。ちょっと枝を増やすために切っておきます。
一度剪定したいと思います。もうあの鉢の大きさのところでざっくり切ります。この辺ざっくり切ってます。こういう黄色い葉っぱが多いので、葉脈が黄色くなってる。マグネシウム不足、カルシウム不足、ちょっとどっちでしょう、調べてみます。最初に剪定した方もちょっとこんな感じで伸びたので剪定してみます。これ結構葉っぱが赤くなっているところが多いです。こんな感じで一度剪定してみました。古い葉が赤くなったりしているのは、肥料不足、窒素が不足しているのかな、マグネシウムかもしれないです。古い葉が黄色くなって葉脈まで黄色くなってます。なんか足りない感じなのでまずは液肥の水やりします。これプロミック、プロミックにはマグネシウム、マンガン、フォー素、カルシウムも入っているので、これも足したいと思います。2錠ぐらいかな。ここからがなかなか大きくならない。葉脈が赤っぽくなってたり黄色くなってたりしたところがなくなってきました。追肥の効果が出てると思います。ぐっと大きくなってほしいので今日は液肥をあげたいと思います。500倍を 800ml かな。1分咲いてきました。今日は液肥をあげます。脇芽がもりもりです。まずちょっとカット、脇芽を増やすためにもう一回カットしました。そして液肥をあげます。一株でこれぐらい広がりました。もっと一気にお花が咲いてほしい時はそういう品種が出てるので、そっちのアメリカンブルーがおすすめです。そこの根っこはちょっとだけ見えかけてる感じです。なので浅い鉢でもいいかなと思います。
し芽の方も何回もカットして枝数も増えてよく育ちました。こっちは根がまだ回ってないから葉っぱも少し大きめです。アメリカンブルーは刺し芽のイメージがあんまりないけど、結構確率も良くてよく発根してくれました。ただ時間がかかるので、春早めに挿し木して楽しめるといいかなと思います。